こんにちは、速稼塾の久保です。なんか最近ね、恋愛相談ばかりしてるような気がしますけども、私ね、もともとねネットビジネスの人間ですからね、2013年からそのネットビジネスでどうやって儲ければいいんですかみたいなことを繰り返しお答えしてきて、まあ当時私も若くねえな、当時も40歳でしたからね、現在ね40歳で彼女いなかった私が、なんとね、17、8歳も年下の女性と知り合って、2週間で、まあ、結婚の約束をして、そのまま今に至るという感じでですね、まあ、50歳近くにして私ね、今1歳の子供がいるんですよ。この年の差50歳ぐらいある親子関係ですけども、その真ん中にね、まあ、彼女がいるって感じですよね。すごい構図だなと。親、子、孫みたいな感じで我が家はできております。まあ、こういうのもだんだんマイノリティじゃなくなってくるのかもしれませんね。まあ、そういうところで多分ご相談いただくことがあるんじゃないかなと思いますけども、今回の恋愛相談は女性からです。32歳の女性からなんですけども、この方はね、個人を特定されないためにちょっとプライバシーに配慮しながらお話ししますけども、今までね、お付き合いしたことがありませんと。彼氏ができたことがないですと。ずっと女子校、ね、中学、高校と行って、その後、まあ、就職をしたんですけども、職場も女性が多い職場でですね、なかなか出会いに至らなかったということなんですよ。で、今32歳。で、相談内容はですね、32歳の私なんですけども、この年まで男性経験もないし、交際したこともないと。まともに会話をしたことがない男性とね、そんな私ですけども、今から婚活とかやっても、男性の方って引かないですかとか、で、そういうのがね、ちょっと億劫で、なかなか32歳になっちゃってね、今更ですけども、なかなか男性とアプローチする気持ちはあるんだけども、ちょっと怖いんです、みたいなことでね、お話しくださいました。切実な悩みだと思います。まずね、この質問に答える前に、一つの現実を、ちょっとこう確認したいと思うんですよね。32歳の女性が一度もお付き合いしたことがない自分を男性がどう見てるのか怖い、キモいと思って引かないですかって質問してきてくださってるってことは、どういうことかっていうと、反対になった時にね、女性から見て一度も女性とお付き合いしたことがないし、まあそういうふうなね、性体験もしたことがない32歳の男性をキモいと思ってるってことなんですよ、ね、ここにまず気づかないといけないですよね。ですんで32歳、まあ、今回ね30代40代の男性に向けてメッセージをまず送っておきましょうか。彼女ができたことがないとかね、やっぱ性関係がない、それ自体は悪いことではありません。ただ女性から見るとキモいと思ってるらしいんで、結構ね慎重に、そして大胆にですね、スピード感を持って恋愛、それから結婚に関するこう修行した方がいいかなと思いますね。急いでですよ。躊躇してる暇はもうないですね。こう思われちゃってるわけですから。はい、ではね、この32歳の女性に回答をしたいと思います。結論申しますと、32歳で交際歴なし、彼女じゃない、彼氏なし、性関係なし、こういった女性に対して男性は特に何とも思いません。ここはね、男女との違いの差ですよね。例えばこう考えてみてください。32歳の女性で、まあ、はっきり言って申し訳ない、言葉は悪いんですけども、不細工だったね、そういう方が、私彼氏できたことないんです、交際もしたことありません、もちろん性体験もありませんっていうふうに言われた時に、男性がどう思うかって言ったら、まあそうだよねと思います。引かないです、別に。ああそうかそうか、うん、まあ悪いけど分かるなみたいな感じで心で思って、うん、まあ反応には困るでしょうけどね、引きはしません。あ、そうなんだと思うぐらいです。で、逆にものすごくね、容姿端麗で可愛らしくって美人な32歳の女性がね、私今まで彼氏できたことないんですと、付き合ったこともありません、もちろん体の関係なんて全然ないですっていうふうに言ったら、男性はおっとすごいね、ちょっとチャンスじゃないのみたいな感じで本気で乗り出してきます、ね、
まあ、この2つのパターンなんですよ。別にね、気持ち悪がったり引いたりしませんよ。ただ唯一あるのが、あの女の子とね、適当に遊んで別れてしまえみたいな、チャラ男っていうかね、ナンパ師というかやりもくの方、そういう方が聞いた時は、え、32歳少女やべえ、これ関わったらとんでもないことになるぞと、付きまとわれそうみたいな感じでどっか行っちゃいます。で、そういう人はどっか行った方がいいでしょう。ですんで、32歳で交際歴もなければ性体験もない女性の方、勇気を持ってっていうかね、全然気にせずに、男性は何とも思ってないんでね、活動しちゃってください、すぐに、はい、ということでございますね。回答分かりやすいでしょ、うん、これがね、だから女性が32歳で交際歴ない自分を、うん、なんか悪く思われないかな、どう思われるかなって心配ってことは、これだから冒頭に言いましたけども、男性の32歳交際歴なし、まあ童貞、これは引くってことなんですよね。ですんでね、仮に32歳過ぎて男性がね、交際歴がなくても体験がなくても、もう物おじせずにね、ドーンと構えて、それこそね、体験はないけども体験に勝るような知識でもう武装するしかないです。それ以外ないんですよ。で、自分はもうモテ男だと、そんな余裕だよ女の子なんてみたいな感じで、どん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 ね、自分をね、自己暗示にかけて盛り上げてください。そしてしっかりとした演出をして、そういう時こそね、勇気を持って挑んでいけばいいんですよ。確かにドキドキしますよね、怖いですよね、不安ですよね、どうすればいいか分かんないでしょ。そういう不安定な時こそドーンと行くんですよ、ね、自信がある時は自然体でいいんですよ、ね、弱気になる必要がないんで。でも自信がない時こそ強気でいかないと、こういう時に出すのが勇気なんですよ。勇気なくても行動できる時は勇気なしで行動すればいいんですよ。でも物おじしちゃう時ってのは、勇気に力を借りましょうよ、ね、頑張ってみてください、男性諸君も。それでは女性の方いいですかね、32歳、交際歴なし、貴重品です。絶対にね、男性から大切にされます。頑張って恋愛してみてくださいね。それでは失礼します。